はい、皆さん、こんにちは。ネットユースアナリスト、横田修林です。今日もですね、久しぶりにやってきました、賢い買い物シリーズということで、やっていきたいと思うんですが、はい、まずですね、今日はいつもに2つですね、お店に来ましたので、順番に紹介していきたいと思うんですけど、はい、ではですね、まず、ちょっと買ったもの。よいしょ。これね、かなりたくさんあります。ということで、紹介していきたいと思うんですが、はい。まず一つ目ですね。これはどっちだ？まずは、魚六の方からですね、今日は紹介していきたいと思うんですが、はい。前回ね、ワカメをちょっと買ってみたんですけど、結構やっぱりですね、ワカメから非常にこう、味が出てですね、良かったですね。美味しかったですね。ということで、ワカメ買ったんですが、今回はですね、こちら、ボイル菊ワカメということで、買ってみました。半額ですね。93円でした。続いてですね、こちら。これ、三重菜花っていう、葉っぱなんですけど、これ、150円になってるんですけど、なんとですね、2つ入ってるんですよ。2つ入って150円なので、もう半額だと思うんですけど、安かったので買ってみました。はい。続いて。はい、もう定番ですけど、はい、生姜なんですが、これもですね、はい、もうかなりお得ですね。これ、お勤め品って書いてると、これ200円で、これだけ入ってます。生姜、これ、1、2、3、5つぐらい入ってますね。ということで、かなりお得だと思うんですけど、こちらも買ってましたね。続いて、はい。安く買ったのは、魚六、ああ、そうですね。ちょっとこっからですね、安いのだけ先に出しましょうか。はい。今度、お勤め品で、はい。バナナ。バナナね、実は久しぶりに買いましたね。はい。150円ということで、お勤め品になっておりますね。続いてですが、半額ですけど、はい、こちら、トラウマサーモンなんですけど、塩トラウマサーモン、これも半額で127円。これ早速多分今晩食べますね。今日ですね、刺身が安いのがなくて、しょうがなかったんで、これにしますけど、はい、あとですね、安かったのは、こちらですね。はい、国産だと良かったんですけど、ちょっとオーストラリア産、豪州産なんですけど、牛すね煮込みが半額で475円だったので、買ってみました。こちら 480g で475円なので、牛にしてはかなり安いですね。ということで買ってみました。あとですね、こちら。大根なんですよ。カット大根ですね。これ半分で多分100円だったと思いますけど、はい。ブリをね、買いましたので、ブリ大根。あ、ブリ出てきてないですね。あと出てくるんですけど、ぶり大根にしたいなと思っています。はい。あとは、ここからはですね、安くはないんですけど、はい。最近ハマってる油揚げですけど、とちおの油揚げ、国産大豆100%使用ということで、はい。これね。はい。丸大豆と菜種油が入ってますけど、あと、これ、添加剤で、添加物で、凝固剤入ってます。これ入らないとですね、作れないので、これは最低限入ってるんですけど、はい。こちらを買いました。はい。そしてですね、納豆ですね。いつも買ってる東さん。今度ね、ひき割りしかなくて、本当はひき割りじゃないのが欲しかったんですけど、ひき割りしかなかったんで、買ってみましたが、これはいつものようにですね。はい、ここに書いてます。遺伝子組み換えでない食塩納豆菌しか入ってないんですけど、タレの方は添加物がたくさん入ってるので、これは食べませんで捨てます。前回ですね、この納豆を買った時に、もうなんか長年のこう40年ぐらいの自分のですね、ライフスタイルの癖で、このタレをですね、開けて、で、それで食べてしまったんですよ。で、ちょっとショックを受けました。で、やっぱりタレ美味しいんですよね。で、食べてみてうまいなと思って、あ、これタレの味だと、納豆の味じゃねえよと思って、癖でね、ちょっとね、添加物を食べてしまいましたが、はい、こちらの納豆ですね。はい。そしてですね。はい。こちらに、まず玉ねぎなんですけど、これ5つで298円だったかな。玉ねぎですね。この小玉がね、結構助かるんですよね。一人で、料理作るときにはですね。そして、じゃがいも。はい。200円。これら辺は安くないですよ。はい。で、人参なんですけど、これこのちっちゃいのがね、5つ入ってるのは逆に5本あるのは助かりますということで、これ133円ということで、この辺はですね、なんかシチューだったり、カレーだったり作りたいなと思っています。ここまでがですね、
はい、魚6分ということになりますが、ちょっとレシートをお見せしたいと思いますけど、はい、こんな感じで今日の日付になってると思うんですが、はい、そうですね、玉ねぎ198円ですね。はい、ということで、紹介いたしました。ここまでがですね、魚6分ということになります。で、ここからイオンなんですが、イオンね、今回ね、結構良かったですね。ということで、イオン分を紹介していきたいと思うんですが、まずはですね、はい、ブリ。はい。298円ということで、これ半額になっているんですけど、結構たくさん入ってますね。ということで、これでブリ大根をね、したいなと思っています。はい。ですね。続いて、今回初めて僕買いました。人生で初めて買いましたけど、タラじゃない、カレー。赤ガレーなんですけど、これも半額で買い、380円で、結構高いんですけどね。でも、この卵も入っていて非常に美味しそうだったので買ってみましたね。はい。そしてですね、この辺も実は初めて買うんですけど、干物系で、はい。まず一つ目が、これ赤魚の干物なんです。ごまふり干物なんですけど、これ見てみたら、特にね、添加物みたいなのは入ってないんで、まあいいのかなと思って買ってました。ちょっとね、エキス粉末ってのが怪しいんですけど、まあでも干物なんで、そんなに入ってないと思います。ということで、これが398円が198円ということで半額になってたので買ってましたね。で、もう一個干物。これも安かったので買ってみたんですけど、はい。今度はですね、こっち側の方も半額になっているんですが、これはですね、はい、じゃじゃんということで、これはサバの方ですね。サバ2枚入ってるんですけど、これだけでね、相当僕、これ、食料、今回多いと思うんですけど、はい、続いて、はい、キュウリ。はい、これ148円になっているんですけど、これ3本入ってて148円で、今高いですね、本当に。ということで、はい、高いんですけど、これ205円が150円ということで、50円しか安くなってないんですけど、まあ、たまにはちょっときゅうり食べたくなったんで買ってましたね。あ、人参。人参また買ってた。これでね、60円で安かったんですけど、人参ダブってますね。ということで、人参は重なってます。そして、レタス。これ結構ね、たくさん一玉入ってると思うんですが、はい、50円ということで、これもね、半額でしたね。そして、これも初めて人生で買ってみましたが、ブロッコリーなんですけど、これ100円で、多分半額ぐらいになってると思うんですが、買ってました。これをね、茹でて食べるんでしょうけど、ちょっとね、はい、初めての買い物です。続いては、はい、まあ、サニーレタスっていうのかな。これにはグリーンカールって書いてますが、はい、こちらが48円って、これも半額になってると思うんで、安かったので2つ買いましたが、はい、サニーレタス系ですね。そして、はい。いつものさつまいもなんですけど、あんまり小ぶりだとですね、結構外れが大きくて、ちょっと今回はがっつりしたものを買って、これだとですね、僕の焼き芋機に入らないんですけど、まあ切ってですね、入れようかなということで、紅はるか。これ298円かな？結構高いです。ということで買ってみました。そして、はい。あとは、アーモンドですね。これも定番になりましたが、アーモンドですね。アーモンドしか入ってませんということで。まあ、今までですね、ピーナッツを買ってることが最近多かったんですけど、ピーナッツもいいんですけど、一応食塩が入ってるんですよね。で、これは食塩とか植物油不使用ということで、こちらを買ってました。そしてですね、はい。平飼い卵ということになるんですけど、まあ、皆さんもね、ご存知かもしれませんが、伊勢食品さん。伊勢さんっていうとこが、実は倒産しましてですね、あれ？ないかな？しましてですね、これから卵のですね、最大手だったんですけど、なくなっちゃうんですよ。ということで、今日もですね、スーパーに売ってましたけど、多分もう時期これでですね、なくなるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと本当にですね、世の中変わってるなと思います。ということで、ちょっとお見せしますが、よいしょ。こんな感じでですね、まだ皆さん見かけたことありませんかね？この森の卵とか書いてるものなんですけど、これね、伊勢食品さんなんですけど、これもなくなるんですよね。ということで、まあ僕はさっきのように買ってないんですけど、ちょっと前まで買ってました。でも一番最初は、いわゆる安いですね、
イオンの、卵を買ってたんですけど、やめて、ちょっといいやつ買おうって伊勢食品さんの買ってたんだけど、最近はさっきの平飼いのを買ってるので、もうこれも買わないんですけど、まあ世の中のね、この卵農家さん、卵屋さんが潰れるって、相当大変なんだろうなっていうふうに思いますけどね。はい、ということで今日はですね、あ、そうそう、イオンのレシート見せてなかったですね。イオンのレシートを最後にお見せしておきたいと思いますが、はい、こちらカレーとかバン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 出てますけど、はい、ということで2779円。2つ合わせると今回5000円買ってますから、結構いっていますね。ということで、まあこれで1週間分ぐらいの食費にはなるんじゃないかなと思っているんですけど、今日はもうちょっとあるかもしれませんね。ということで、料理してですね、食べていきたいと思っています。はい、そんな感じですね。こういうふうにいろんなものを気をつけながら買い物してる様子を、動画で配信しております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、動画の下の方の再生リストで、この賢い買い物シリーズだけを取り上げていますので、気になる方はですね、遡って見ていただけると嬉しいなと思っています。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ネットビスアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。